で俺らのさ乗ってきたさバスさ、うん、なんか黄色くなかった黄色い全然黄色いのねえよだもう行っちゃったんだよお前がさなんかさそのさ木刀買うからさちょっと待てよ待てよって言ったからだよ俺がさ行こうぜって言ったのにさお前お前のせいだよお前さじゃあなんでそんなちょ買ってんのお前 お前ちょうちんだよ提灯ってお前どこにでも売ってんだぜこう京都って書いてるだけだって中身一緒なんだぜ中国でこれを作ってんだぜ<お>本当はお,おい僕とは本当んちに京都の職人さんがこうやってんだっつお前ちゃそういう作ってんの見たことあんのかよでこうなんかドキュメンタリーでやってただってドキュメンタリーやってたのはそれじゃないじゃんこれなんだってた分マジでそう でもさ、それはいいけどさお前さバスだよ俺完全にこれ置いてかれてるぜやべえよてかさ先生さ出発する時にさテンコ取らないのかなそう俺も思った思ったもろ思った絶対絶対取るじゃんだって絶対16番と33番抜けてねって普通気づくじゃん、うん、気づくはめられたのかな俺らマジでやべえどうするお前んかさ先生にさお前嫌なこと言ったんじゃねえの 俺、下りてこうってなんか裏でさしょ先生たちやってんじゃないの職員会議職員会議で俺らそういう話になってんのだからあいつらはめようとあいつ,はあいつ俺は入ってねえけど翔太<う>は<う>あのすげえ成績とかも悪いからあいつさ京都に一人で流して成長すさせようみたいな促そうってやったんじゃないのじゃあさそれはいいけどさ俺とんだとばっちりだぜそうなったら本当にえっちょっとちょえょえええ 俺はだって関係ねえもんお前は先生にそう恨みを買われて修学旅行の時に置き去り作戦の的なんだけどえで俺さ俺はすごい仲いいがためのあれだよ本当にあお前が、ま、巻き添え食らったってこと俺本当とはもうあれだよあの黄色いバス乗ってて帰ってもおかしくなかったえでもさお前さこう,いうふうこういうことはだってさお前を置き去りにしようと思って俺が巻き添え食ってんの それはちげえもんだって、俺16番だもん。だ、だから16番、まあ、でも33番だもん。おい、ズリーよ、なんで俺の戦いにするの？お前、おじゃあおそのお前の牧頭が悪いんじゃん。なんでかっけえじゃん。木刀だよ。お前、お前じゃあさ、あじゃあじゃあいいよ、じゃあいいよ、じゃあいいよ。 お前じゃあさいいけどさじゃあさそれ持ってさ新幹線でさ帰れるつもりでいたのそれ持ってって入ろうとしたらさなんかビーってなるのなるよマジでマジでお前帰帰りって何そ,そもそも新幹線だったのそうだよだって今だ今はバスえだって行きパスだったじゃん帰り違うよお前お前何えお前だって行きはバスで帰りはあれだって書いてあったじゃん新幹線に乗るの乗るよだから絶対え何光？光

えー、じゃあお前どうやってさみんなさ僕と買ってんのっていう話だよだみんな僕と買うんだけどえー、じゃあもう募<集>その乗り物乗るまでの間楽しむってことそう<れ>そうそのための商品こだ<れ>そう,そうだからそれでそうそれでどうしてるかっていうとこれをこれを多分回収して回収するじゃん駅ででまたお店に持っていくの超いい商売それが社会の仕組みそうだよ俺らが知らないところで多分そういうふうになってんだ